米内光政、海戦と終戦、連合艦隊司令長官、海軍大臣、総理大臣を歴任という輝かしい経歴の持ち主、米内光政が海軍大臣として入閣した平沼内閣で、陸軍はソ連を仮想敵国とする日独伊三国同盟を提案。閣内で数十回にわたり議論されたが、米内は一貫して反対していました。米内に対して昭和天皇は後日、海軍のおかげで国が救われた、と述べたと伝えられ、戦後にも、米内の内閣がもう少し続いていたら、あの戦を避けることができたかもしれないね、と何度か語ったと言われます。しかし日米開戦時の東条内閣では、米内は閣外でした。終戦後の最後の仕事は海軍解体。海軍に関する限り、私が責任を持って事態の収拾に当たります。この時、陸将を務めていた阿南惟幾は自決している。どちらが軍のトップが取る行動として適切だったかは、人それぞれの考えで違ってきますが、お互いに真逆の選択をしています。阿南は生命を差し出して反乱軍人を鎮圧し、米内は生きて全海軍を収拾した。死を選ぶより生きるのが辛いということもあったでしょう。米内本人は戦犯として拘束されることを予期していたものの、米内は容疑者には指定されませんでした。